はじめまして、サックス奏者の吉野美幸です。まあまあいいかなというものには丸をつけていったりします。こんな感じです。音出ましたか？どうでしたか？なんだ音出ないな、どうなってるんだろうって思った人、まずチェック項目ですね。まずはどのように持つかレクチャーしますね。前歯はこのマウスピースの上の部分1センチからしっかり置きましょう。力入れなくて大丈夫だから、優しく押す。ついてるキーの逆にこういう風に吹く人いるんだけど、これも故障の原因になっちゃうから、必ずこちら側、ついてる側に、押さえる側に、ここの部分が必ずまっすぐになるように、こんな風になっちゃってたりするとレバーが押せなくなってしまいますので、必ずこうしてください。トゥートゥーと言ってるんですね。本当に言ってるかどうか聞いてみてくださいよ。サックスは人間の声に非常に近い楽器と言われています。表情豊かに吹けるようになると楽しいですよ。これから一緒に頑張りましょう。こんにちは、サックス奏者の吉野美幸です。この第2弾の DVD では、さらに新しい音の運指を覚えて新しい曲を吹けるようになりましょうね。シャープやフラットがついて少し難しく感じるかもしれませんが、一緒に少しずつ頑張っていきましょう。強弱がついてドラマチックになりますよ。ホームポジションからこういう感じですね。これではオードリー・ヘップバーンになりません。このサイドキーを扱う時の注意点なんですが、
ここに先ほどのファミレドを入れてみます。ファミレドレレドの音あたりはかなり吹くのが難しくなってきます。そんな時にイメージするといいんですが、こちらのサイドについているサイドキー、左のサイドキーと右のサイドキーを使って先ほど押さえた指を離します。こういうことです。見えない壁を作ります。ラララシラソファ、このように練習していきます。こんにちは、サックス奏者の吉野美雪です。第3弾の DVD ではジャズに挑戦していきます。ジャズではこのような8分音符がある場合、トゥートゥッとするとスイング感が出ますよ。こんなにシンプルな音でもかっこいいアドリブになるんですよ。少ししつこい感じで吹いた方がより効果があります。これを繰り返して吹いてみます。私の口元をよく見てくださいね。良い例を吹いてみますよ。楽器を吹かずにビーバップと私と言ってみてください。ビーバップ1、2、ビーバップ。この DVD を通してあなたがサックスを吹くのを楽しんでくださったらとても嬉しいです。
詳しくはこのムービーの下のもっと見るの欄の中にある URL をクリックしてください。